お疲れです。おい、今日何ですか？今日はナルトから特別常任まとめ。おいよ、特別常任来ました。まあ少し前に常任まとめが上がってるかもしれないんですけれども、今回は意外と謎に包まれている特別常任にはどんな人がいるんだっていうのをちょっとまとめていきたいと思います。はい。では特別常任ってなんだか知ってますか？あれでしょ、だから中任と常任の間でしょ。そうですね、それ前回の動画の最後で初めて知った感じですよね。いるのは知ってたけど、なんかよく分かんなかったなっていう。そうなんですよ、特別常任というのは中任と、まあ、ケイさんが言ったまんまですけど、常任の間の役職というか、まあ特定の分野に秀でた専門家が結構多かったりする分野でもあるって感じですね。なるほどね、うん、で他の里にはこの特別常任っていうのがあるかはちょっと微妙ですけれども、この葉の里では、まあ、中任試験の試験官を務めてる人とかが結構多かったりしますかね。ではまず一人目、この人も実は特別常任なんです。エビス。おー、この葉丸の先生ね。あ、そうです。原作の第2話に登場する特別常任で一番最初に出てるんじゃないですかね、特別常任としては。でこの浜の家庭教師を務めている先生で、ナルトのことを化け狐と呼ぶ、まあ嫌な人ですね最初は。でナルトはこの浜にこう追い時の術を教えてたりすることで、家庭教師の先生としてはそれ良くないってことでこうナルトと引き離そうとするんですけれども、ナルトが最強忍術ハーレムの術を使って、最強かどうか分かんないけどエビス先生大量の鼻血を出して気を失ってしまい、それからムッツイスケベと呼ばれるようになったって感じですね、ナルトから。でこれがまあ最初に出てきて、でその後はナルトの修行の指導役に抜擢されたんですよ実は。なんかあったね一回、ジライヤじゃなくて本当はエビス先生が11巻とかで教えてくれるはずだった。でカカシからも結構お墨付きで教えるのはよっぽど俺より上手いよみたいな言われ方してたんですけど、まあそこでたまたま女湯を覗いたジライヤを注意しようとしたところ返り討ちにあって気絶させられてしまって指導役をジライヤに奪われてしまった先生って感じですね。まあまあ奪われたというかね、まだ何もしてないですねここまで。で第2部では、まあ、木ノ葉丸とか、なんか木ノ葉丸のチームでこの萌木うどんって人がいるんですけど、スリーマンセル、それの担当上になってる。だまあナルトでいうカカシですね。だからこのハマルは、エビスが担当上になってまして、あれ上人になったじゃん。担当上人なんだけど上人なのかな。なってるかもしれないですね。もしかしたらここはね、どうなんだろうね、もしかしたら特別上人で担当してるのかもしれないですけど、どうなんでしょうね。でまあこのペイン編ではこのハマルを逃がすためにおとりになったり、比較的まあちょっとかっこいい部分もあったりして。たんですけど、この浜守るつもりが結局この浜にこうナルト事件を螺旋岩で助けられるっていうシーンもあったりとか、まあ未だにあんま強いシーンっていうのは一切出てないのがエビスですね。まあ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 ちょっとまあ強いシーンはないけどね。で実は芸人時代の担当上人が秋道長座、ああそういうことなんだね。長寿のお父さんですね、まあもしかしたら第一巻で悪口を言ってた可能性のある、いやいやいやそれ分かんないでしょ。すごい変な、なんかあれ噂流れてるんだそれ。でなんとそのスリーマンセル組んでたのはマイとガイ、はい、と知らぬ玄馬、後ほど出ますけど特別常任で、はいはいはい、見たことあると思うんですけど、はいはい、あいつね、あいつかっこいい人、用事加えてかっこいい人、プーってやるやつね。そうそうそう、なんか一気に千本みたいなのを出す人ね、とチームメイトだったんですよ。へえ、これ意外とねあれですよね、うん、知らないことも多いかもしれないっていうのがまああれですね、エビスさん。続きまして森のいびき、あいつね。この人はまあこの葉学で暗部でもあるんですね、特別上に暗部でもありまして、暗部なんだ、拷問尋問部隊の隊長、まあ顔に傷を持つデカ男って感じですね。デカ男ね。で抜け目のない拷問術からサディストとも呼ばれる人物であります。でこの人、まあ初登場あれですね、中任試験の第一試験、筆記試験を担当していた人、まさかこんな人が筆記試験を担当するっていうね。なんだ、筆記試験じゃなかったもんな、ほぼ。まあ要はこの試験を解いてって、
あれか、普通に試験を最初解いてって最後の問題で間違えた場合、うん、中忍試験の資格は剥奪されて一生芸人のままだけ受けるかどうかっていう、まあ、ある意味ね、うん、拷問みたいな選択迫られて、うん、みんなビクビクしてる中、こうナルトがこうやるよみたいなこと言ってみんなもパッて明るい顔になって全員合格したっていうことですね。だからその試験を受けるかどうかを、うん、試してたみたいな精神の追い詰め方をしてたのがこの森のいびきですね、うん、でまあ第1部ではそれで登場して、第2部では、まあ、あの天隠れの忍びの秘密の調査などで登場したり、まあ、ペイン戦では畜生堂と戦ったりと、でペインが死体であることを見破ったなど、まあちょっと活躍してますね。恵比寿先生よりはやっぱり活躍してるって感じはあるかもしれないですでまた貴様から切れ者って言われてたり、まあちょっとだからその他の里にも実は知れ渡っている人物、うんうーん、うん、ちょっと強めか、うん、うん、まあ見た目も結構強いですしね、見た目いかついからでアニメ版では拷問部屋を口寄せすることはできるらしいです、うん、へーそうなん だ戦ってるシーンみたいなの漫画じゃあんまないですから、もしかしたら アニメって結構深いんですよ、うん、あの、ね、なんか地味なキャラにもちょっと焦点当ててたりするイメージがあるんで、多分そういう中でもしかしたらあった感じですね、うん、なるほどね。でなんとあのボルトにも登場していると、出てたわそういえば、うん、いまだに拷問尋問部隊の隊長の座、めっちゃ長いねうん、ずっと現役ですねこの人だから多分拷問現役だわずっとあんだけ平和になってんのに一応あるんだねそういう舞台。確かにそうですねこれがまあ森の息吹です。で次、先ほども出ましたけど白縫玄馬、僕この人結構見た目はすごい好きですね。バンダナ巻いてね、うん、バンダナ巻いて、まあ、口に千本って言われる針を加えてるのは特徴、うん、はいはい、でまたこの千本こう吹いてね飛ばすのがまあなんか攻撃スタイルなのかなって感じですね五代目ほかげ綱手の護衛に当たっていると、まあその時期ですね、うん、でなんとこの白縫玄馬四代目ほかげの湊から教えてもらった平井心の術が使える。おお、ですが3人か4人でやらなきゃいけないだっけ。そうです、後ほど説明します。ライドって人と、まあ、畳イワシ、まあ、この畳イワシはまあ分かんないですけど、3人が揃って使える技で1人では使えない、うん、じゃあなんかそう3人がこう円になってね手つないで使ってるシーンなんかがありましたけれども、うん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 、っていう人ですね。で白縫玄馬は、まあ、最初登場が中忍試験の先生試験官役として登場して、でサスケ奪還編では音の四人衆とちょっと戦ったりしてしたんですけど、ちょっとやられちゃって、そうねやられちゃったよ、うん、まあ、呪因の能力使ったりして、あっちはって感じですね。でまあ幼少期は先ほど言いましたけどガイとエビスと白縫玄馬の3人で先生が秋道長座っていう感じですね。なるほどね、はい。でこの人かっこいい、意外とねこんな地味なんですけどね、名言が結構あって、ナルトとネジでネジが破れた時に、うん、まあ玄馬がこう試験官やってたんですけど、うん、さりげなくまた自由に空を飛びたいと諦めずになみたいな声かけてたのはやっぱかっこいいシーンですね。なるほどね、うん、なるほどねっていうのはまあなんかいろいろね、なんか結構かっこつける役でもあるのかもしれないですね、うん、まあかっこいいですか実際見た目は、まあ、まあまあね、ずっとつけるか分かんないけどずっと持っててきたんだと思いますねこの見た目があればなるほどね、はい。で次、みたらしあんこ、うんうん、この人はですね、この花学学園の特別常任で、まあ、女性ですね。でめちゃくちゃ甘党で、みたらしあんこっていうぐらいなんで串団子をめっちゃ食ってると、うんうん、がまああれですね。でもともとオロチマルの元弟子で天の樹印が刻まれている。でこの人はまあ中忍試験では第二試験、あの死の森ですね、の審判を務めていて、審判務めていたんですけど、その下人の中にオロチマルが紛れ込んでて、まあ中忍試験をこう邪魔しようとしてまして、オロチマルはそんな時、まあ試験官としてオロチマルを自分の命と引き換えに殺そうとしたみたいなシーンもありましたね。うん、操縦操作の術っていうので殺そうとしたんですけど、結局殺すことはできずみたいなのがまあ第一部での活躍で、第二部では斎と大和と共に薬師兜を追跡したり、まあそうですね、基本的に兜追跡してて、まあそのそこでちょっとあのオロチマル絡みの戦いがちょっとあった感じですね。で最終回では忍者学校の教師となっていた。あーなってた、ボルト出てくる、うん、でちょっと太ってんですよね。そうボルトとめっちゃ太ってるだいぶ、えこの人はあんこっていう感じやっぱその団子ばっか食ってるのが、うん、団子ばっか食ってだいぶちょっと年も取っちゃってみたいな感じ、うん
もうめちゃくちゃ太ってますからね。めちゃめちゃ太ってるこれがまあ三田橋あんこさんですかね。で次この人覚えてます？名前覚えてるかもね。月光颯。あ、分かるよ。三日月の前使う人でしょそうです、そうです、よく知ってますね殺されちゃうんだよね。そうです、そうです。あの砂のあいつらだっけ、あいつにね、砂のねバキだっけね、砂のバキってやつがいるんですけど、なんかガーラとか連れてきたやつね、うん、この人はまあ中忍試験の第三試験で審判を務めた特別長に。第三試験っていうのは、うん、あの一対一で戦うやつですね。サクラとイノが戦ってたり、うん、ロックリーとあいつガーラ戦ったあの試験で審判を務めてた人、うん、で顔真っ白で常に咳き込んでいて、で戦闘では剣術を使用し影分身と併用した三日月の舞を得意とする。でオロチマンの側近であるカーブとっと密会してきた砂隠れ上人バキ、なんか顔にね布みたいなのしてる人、はい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 、バキとの戦闘で死んじゃったんですね、うんうん、で宇月優顔って人の恋人でありまして、なんかそういうシーンあったね、あのハンプの女性の、ね、そうですそうです、行ってくるみたいなね、うん、あったね。その恋人はまあちょっとショックを受けてまして、疾風伝だと江戸転生で不本意な復活を遂げて戦場に導入されたと。で、うん、その忍界対戦で優雅夫と再会したっていう。あ、そういうシーンがあるの。あるらしい。そこです多分疾風伝アニメですね。アニメの方でね、漫画ではあんまなかった、うん、漫画では多分ないと思う。流行って知らないで、うん、ほとんど知らないですか、うん、皆さんなるほどね、うん、だからアニメ疾風伝見るとまたちょっと違うね、 この辺のメンバーちょっと見方が違うかもしれないですね。 なるほど、うん、思い出がより強くなるというか、うん、で続きまして波足ライド、わかりますかね。顔にね、やけどの傷がある男でございまして、あーいたかもね、うん、あの玄馬とかとね一緒に確かいましたね、うん、で中忍試験最終戦では三代目ホカゲン護衛を務めていて、四代目風影に化けていたオロチマンの攻撃を受けて傷を負う、うん、で第二部では秋道長治井野、まあ後ほど出てきます特別上に青葉と共にフォーマンセルを組んで、でその時では黒刀を武器としている、黒いね剣を使っている人らしいですね、うん、でアニメオリジナルでは下忍時代、うん、アスマとクレナイのチームメイトだった、うん、だからアスマクレナイは結婚しましたから、ナルトみたいなことですね。だからこの人はサスケサクラちょっとナルトっぽいんですよ顔もね。そういう見方なの。顔もちょっとナルトなんですよね意外と。そしたらめっちゃ強いってこと結局いや強さのないナルトかもしれないですねいやいや強さのないナルトは普通の人よ、だから別に。なるほどね、うん、まあこいつは知らない玄馬とかのね一緒にいることが多いって感じですね、うんうん、はいはい。で次犬塚爪、うん、犬塚牙の母親ですね。で息子である牙からかなりを添えられている。牙が4人衆との戦いで落ち込んでる中、牙にあの赤丸と共に2人で強くなれよみたいな、なんかそう声かけてるシーンとかもありましたね、うんうん、でペインがこの葉の里を襲撃した際は牙と共にガキ道と対峙し、ペインが巨大な死んだ転生のために天道以外の全てのペインを里の外に引き上げた際は自分の力に恐れをなしたと勘違いするなど、まあこの自信過剰な部分もあると、自分の力でペインがこう引き上げていったんだみたいな、なんかそういう能天気な部分もある人ですね。でそんなにまあめちゃくちゃ出てるわけですないですね。まあで愛犬が黒丸、うん、牙が赤丸ですから、で黒丸と一緒にガツーガを使ったりするまあ忍者ですね、犬塚すずめさん、うん、この人も特別常任でございます。で最後山城青葉わかります顔全然出てこないよ。あのね丸サングラスかけてる人なんですよ丸サングラスかけてて、ちょっと画像送ればわかるかな。はい、あー見たことあるわこのまあ、はいはいはい、サングラスかけてて額やとこと、うん、ちょっと斜めにしてる人ねが、うんうんうん、真っ白青葉ですね。まあかかし先生みたいな髪型してるって感じですかね、ちょっと、うん、で山城青葉は一部で登場、一部から登場、かかしがイタチと戦った際の病院で登場したと。でまあイタチとキサメがこう里に来た時にかかし先生やられちゃって病院行った時にそこへと初登場したって感じですね。で第2部だと先ほど見ました秋道長治イノライドとフォーマンセル組んで、ヒダンとカクズがこの葉の里に侵入してきた時にフォーマンセル組んで駆けつけたんですけど、惜しくもアスマは死んでしまったと。でその後第4次忍界対戦でも登場したって感じですね。まあ、あのガイがキサメを倒した時にキサメから情報を抜き取ろうとするも、まあ、失敗してしまった。まあ、キサメはあの自分でそのまま死んでしまいました。サメに食われて、その時などにも登場している人物ってことですね、はいはい、うん、なるほどね、うん、はい、っていうのがねざっと特別上に、
どうです特別上人、あんま活躍してる人いないなと思いました。まあまあまあ、まあ、だからきっと特別上人なのかもしれないっていう、その、まあ、あるかもよね、あるかもしれないね、あるかもしれないですね、あんま光をちょっと浴びなかったっていうのもあるかもしれないけどね、うん、誰が一番好きですか？月光隼人ですか、ね、やっぱ。まあ月光隼人、まああのちょっとこの恋人とのねシーンとかもワンシーンあったりとかしたから、うん、少しね少し思い出はあるよね、やっぱりその技もねありますから、だって技も、うん、三日月の前ね。よく覚えてますね。で木の葉の忍びは若くて若いのに優秀だなみたいなこと言ってたのそいつが。ああ言ってましたね。そうそうそうとかね、うん、あるけどね。うん、これがまあ特別上人ってことで、次こういうくくりだったら何がいいですかね。意外とでももうやったのかな。ナルト同期はほぼ芸人みたいなことで、中人って少ないですよね。うん、なんかあんまり分かんないね、出てこないね。イルカ先生ぐらい、イルカ先生ぐらいだよ確かに。確かにもう結構やりきった、こういうくくりは。そんなもんか。まあだからこの派だと意外とやりきってんのかもしれないですね。3人もやったし、中人がまあもしかしたらいるのかな。じゃあ次はもうちょっとこう技だわ、技が見たいわ僕は。技とか他の里とかね、うん、やっぱスサノオだよ、スサノオ。スサノオね、確かに。うん、あれ気になるから今。今気になるんだ。じゃあまあとりあえずこういうくくりまた何かあったら、はい、コメント書いていただければ。はいはい、ナルトっていろいろあるね。はい、ということで読めてくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。コメントになんかこういうのやってほしいあったら書いてね。ございます、バイバイ。